今月4日、益城町総合体育館。来シーズンのメンバーを決める VG オーディション、始まるまで5分を切りました。会場は非常に緊張感に包まれています。熊本ボルターズのチアリーダーズ VG、 来季のメンバーを決める最終選考が行われていました。2年前に発足した VG、 燃え立つような応援というチームイメージのもと、ホーム戦を盛り上げてきました。単年契約のため現役メンバーも参加するオーディション。その中に何やら不安そうな人が。どのくらい緊張してる？今までで一番。男子が一人っていうのもありますし、自分だけなんかレベルが低いなって今練習を通して感じました。原田義弘さん、高校2年生。今回男性で唯一の応募者です。チアダンスは未経験、それでも応募したわけとは。こちらは熊本市にあるダンススタジオ。夜遅くレッスンに励む原田さんの姿が。6歳から小学3年生まで続けていたブレイキングダンス。中学ではバスケ部に入り、一度ダンスからは離れていました。せっかくならもう一回好きなダンスをやってみて、まあリフレッシュというか、なんか運動不足を改善できたらなって思って最初始めました。半年ほど前に再び始めたダンス。選んだジャンルはもともと大好きだった K-POP でした。クラスの中で男性は原田さん一人。それでもすぐに馴染んで、今も一生懸命取り組んでいます。いつもレッスン中とかは結構なんか苦戦してる様子とか結構見るんですけど、やっぱ自分なりにこう消化しようとしてめっちゃ練習してくれるし、できない、なんか女の子の振りとかもしれるんですけど、嫌がらずになんかもうちゃんと堂々としっかり練習してきてくれるところが本当すごいと思います。はい、大好きなダンスで活躍したい、その一心でオーディションへの応募を決めました。現在高校2年生の原田さん、1年の時からの仲良しメンバーに普段の様子を聞いてみると。どんなことしたの？ご飯とか、ボーリングとかです。あ、そうなんだ。ボーリングうまいの？あ、うまいです。マジめっちゃうまい。マジでめっちゃうまい。めっちゃうまい。めっちゃうまいんだ。どんぐらいスコア？200くらい。いや、マジで。これ言ってた、言ってた。200くらい。本当に？仲間にも好かれる明るいキャラクター。その魅力を生かしてオーディションに挑みます。緊張されてるかと思いますけれども、もう今日はうまいとか下手とかで見るというわけではなくて、皆さんの一番いいところを見せていただいて、VGに合うかなっていうイメージで見させていただきたいと思っているので、いつも通りの皆さんのいいところを出していただけたらなと思います。最終選考では事前に送られた課題のダンスを披露しなくてはなりません。しかし本番直前にもかかわらず、まだチアのダンスに慣れない様子の原田さん。その時手を差し伸べてくれたのはライバルでもある現役メンバー。同じダンス仲間として最高の踊りを披露してほしい。振り付けの細かい部分までアドバイスを続けました。
そしていよいよパフォーマンス披露の時間に。焦りましたね。本当に焦りました。ステップとか間違えたりしたんですけど、まあなんか、まあ自分はなんか学校とかずっと笑ったり笑ったり、まあ、ずっとニコニコしてるので、まあそういうのはまあ自分の魅力とかは出すんじゃないかなって思います。いよいよ運命の結果発表。果たして。え、どうだった？採用。おめでとう。頑張ってください。原田さん見事合格。 VG では初めて男性メンバーの誕生です。今月17日、この日 VG として初めての練習。原田さんちょっと緊張している様子。ストレッチや筋トレなどの基礎練習から始まったんですが、これがまたハード。さらにオーディションで披露した振り付けも特訓です。およそ1時間後、すでに体力の限界が。日頃から運動というか、まあ、ストレッチもいろいろ含めて今の流れとかやってみようかな。そうじゃないと多分今から3時間とか耐えられないと思う。このレッスン以外の時間も大事だと思いました。1週間も経てば体多分何もしなかったら多分ガチガチになると思うので、他の方々も多分毎日多分やっていると思うので、まあ同じ立場になったんなら、まあ、僕もまあそれ以上にやらないといけないと思うので。覚えることはダンスだけではありません。この日はメイクのレッスンも。アイドル全員がガチガチのメイクしてたの。いつかはやってみたいなと。それが今日だと思ってた。自分でやるってなったら多分分からなくなるそうです。なんかアイドルとかこんな感じになっちゃうぞ。先輩たちにサポートしてもらい、多くのことを学んだ原田さん。 VG のディレクター吉田さんも熱い視線を送ります。彼のいいところは未完成だけど一生懸命だから応援したくなるので、基礎をしっかり頑張って踊りが上手くなれば一生懸命っていう、こう内面の良さと、なぜか人から応援されるっていうような魅力を持っているので、技術が伴うと最高かなと思います。人一倍努力してみんなと並べるように頑張っていきたいなと思いました。武器は人の心を動かすひたむきさと笑顔。チーム唯一の男子高校生が夢への一歩を踏み出しました。